皆さんおはーこんばんは。オープニングはちょっくらドラゴンボールで一丁いってみよう。さあここからはフォートナイトの始まりだよ。アップデしてからの武器は一体どのようなのが増えたのか見てみよう。ちょっと何かこれ取れたなけど、ライトセーバー、この武器は相手からの銃の弾を弾き飛ばしちゃうわよ。すごい。こっちの方に、あ、これも、うん、アプデ後の武器めっちゃ強いですわ。てなわけでここでライトセーバー吸収やっちゃうよ。じゃあこれはどんぐらい強くでしょう。この武器は無限に使えちゃうのよね。ユフフ、この武器もめっちゃ強いぞ。今回はブラスターライフルのキルシューもやっちゃうよ。できんだこれは。だから強いから入れてみた。ここで力が湧いてきたので、アプデあと初ビクロイ最後まで見てくれよ。
イエーイ。みんな、最後まで見てくれてありがとね。高評価、チャンネル登録よろしくね。気軽にコメントちょうだいね。バイバイ。やってでしょ。